はい、皆さんこんにちは、渡辺グルービッチです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人信長編の続きをプレイしていきたいと思います。今回は第7章になります。早速プレイの方を始めていきましょう。今回は本能寺になります。では進軍していきます。あ、本能寺の変を知らない人というのはね、まあまずいないかなと思うんですけど、信長が京を掌握したその、この天下人の中でどうなっているか見ていきたいと思います。北より出羽の伊達政宗、南の薩摩島津義秀、これら軍友を抑えんと兵を全国に展開させる信長であった。夢見が悪い。信長様はそう仰せられ、弟君のお話をしてくださいました。信長様の弟君信行様、果てしなく続く家中、そして乱世の争いにお疲れになられたお二人ご兄弟は、生き残った者が争いのない世を作る、そう誓われ互いに毒を煽ったのです。信行様はそのまま命を落とされ、息を吹き返した信長様も髪の色を失いました。信長様はその日こそが己の生まれ変わりし日、そうつぶやかれました。今にして思えば、あの夢こそがこの先の矜持の予兆だったのかもしれません。わずかな友のみを連れ、信長は本能寺に逗留した。義明追放で信長は京を完全に掌握した。天下統一は盤石、誰もがそう思っていた。者ども、敵は本能寺にあり。まあ、毛利との決戦はすでに終わっているので、まあ、史実の本能寺の変とは全く異なる様相になりますけども、ここからマップを見ていきたいと思います。まず明智軍ですが、総兵力 26,713 部隊、一方信長の方はわずかな友のみということで兵数 2,600 ということになっております。森蘭丸ですね。わしと共に逃げるのじゃということなんですが、まあ、逃げ切れるかどうかというところですかね。明智軍 26,700 ということで部隊数13、かなりの数になってますね。では勝利条件、敗北条件、確認していきましょう。まず勝利条件、信長の目標到達または光秀を討ち取る。敗北条件は信長が討ち死にということです。攻略指南としては信長の生存脱出を最優先ということですね。では部隊配置ちょっと見ておきたいんですが、まあ、変更はできなそうですね。信長と乱丸、ということになってます。乱丸はしがるで600、ちょっと兵数としては少ないですかね。信長は10騎馬隊で2000という配置数になっています。では出陣していきましょう。部隊の変更、配置変更もできないということになってますね。いざ出陣。信長は10騎馬隊ということもあってですね、伊達天が使える、スピードアップが使えるので、まあ、そのあたりをうまく駆使しながらですね、なんとか逃げを押せると
というのが、まあ、このマップの攻略のポイントになるのかなと思います。陣を町中にくまなく広げようというのが、三井ですね。さて、早速ですが、どうすればいいんだろう。あ、なんかここに逃げろみたいな感じになってるな。っていうことは、明智の家臣がいて、縄文があってということなんですけど、難しいな。どうやったらここに到達できるかですね。まあ、もうすでにここの橋渡りきってきている状態なので、このまま信長が直進すると、まあ間違いなくぶつかると思うので、まあなんとかぶつからないようにっていうことを考えると、一度下がって、南の城門から出て、で、ここの柵を破壊して北上するっていうのが良さそうです。ちょっとそれが実現できるかどうかも含めてですね、進んでみましょう。乱丸も移動させます。すんなり城門は突破できましたね。援軍が来るまでなんとか持ちこたえるということですね。乱丸はまあ足軽なのでちょっと足は遅いというのは覚悟しておかなきゃいけないと思います。どうだろうな、これ見る限りこの明智軍がなかなか動かなそうだ。とりあえずここの柵を破壊できるかどうかも確認しておきましょうか。乱丸も一緒に行きます。なんか破壊できなそうだ。乱丸が奴らの目引きつけます。その隙に二条城へ、お急ぎくださいということになっています。あ、フルイドね。二条城のフルイド。二条城攻略戦。足利義昭捕縛戦でも、義昭が使ってたフルイドですね。さて、じゃあちょっとフルイドの場所を確認しますか。フルイドの場所が、これがフルイドかな、きっと。場所的には。どうやってフルイドに到達するかだな、問題は。なかなかちょっとこのフルイドを突破するのが難しそうですよね。もう明智軍がここにいるので。通れるところがちょっと限られてるとなると、三井でとぶつかるのは危険なんで、まあ、このルートが一番いいかな。なんで、ちょっと、まずは、信長を、急いで、移しましょう。信長はどうだろう？もう早速ですけど、伊賀天使使って一気に突破しましょうか。敵中突破とか、ということですね。まあ、乱丸も投入して、なんとかここの敵をまず突破するところからかな。明智軍も、それこそ、防御がなんか高そうなんで、まあ、早速ですけど大輪鼓舞を使って目の前の敵をまず粉砕します。明智軍の増援がやってきてますけどね。
さらに重装隊もやってきたのか。強力だな。増援が、次から次へと、まあ、やってきてるというところですけど、まあ、ここは、信長は、続けて、大輪鼓舞を発動して、なんとか、目の前の敵、まず撃破して、フルイドへの、まあ、逃げ道ですね。これを確保したいと思います。で、乱丸も、まあ、突撃を使って一気に、敵をね、蹴散らしましょう。おとり工作も特殊で使えそうなんですけども、まあ、一旦は、なんとか、逃げ切りたいかな、というところですね。ランマレが瀕死の状態か。ちょっとランマレ一旦下げて回復するしかなさそうですね。信長も、騎馬突撃使って、ちょっと一気に突破したいところですけど、大輪鼓舞、2連発の後の騎馬突撃で、どれほど削れるかですかね。乱丸がやられたか。おとりとかを特に発動する隙もなくやられてしまいましたね。信長もさらに苦戦。ちょっともう一回打点使ってなんとか突破口を繰り出したいんですが、最初、もたついてしまったのが良くなかったのかな。もうちょっと早めに動き出す必要があったっぽいですね。フルイドにね、なかなか到達できなそうなんですね。はい、ちょっと信長前後に明智軍を、迎え撃つ形になってしまって敗退ということになってしまいそうなので戻ってきます。我が本陣が落とされました。慈悲もなし、これまでか。では戻ってきました。ちょっとどういうルートが一番いいのかっていうのが難しいんですけど、ここに光秀の本体がいたりするので、まあ、これを避けつつということだと思うんですが、まあ、一番確実なのはここ上を突破して、さらにここの明智軍を突破して上から入るっていうのが、まあ、一番被害が少なそうなので、ちょっとそれを考えてみたいと思います。なんとか突破できるかどうかですね。では大逃げを打っていきます。板点を使います。さあ逃げ切れるか。で乱丸がまた奴らの目を引きつけるという、まあ、あのこのイベントですね。まあ、乱丸はこの本陣にこもってもらいましょう。さあ信長が疾風のごとく、突入を図っていってますね。でさらにここでお家芸を使って、今までだと大輪鼓舞を使ってたんですけども、この疾風突撃で速度 1.5 倍ですね。これを使います。早く進軍。自分が 1.5 倍になるのと同時に相手の移動速度が半分になるということなので、まあだいぶ使えそうですね。さあなんとか突破したい。ここを突破したいよ。敵の鉄砲隊を相手に信長がどう突破できるかというところですね。さらに伊達天、ここは光秀の配下の部隊は鉄砲隊なので、信長の方が一気に突入して、なんとかね、これを撃破ができればいいかなというところですけどね。さあ信長はここでまた無意で、ここでまさに大輪鼓舞ですね。混乱している敵の鉄砲隊、これに信長の重機の隊が突入していくと、まあそういう演出ができればいいのかなと。
というところです。さあ信長岩天も使えないので騎馬突撃を使って敵の突破隊なんとか蹴散らしましょう。まだよ、わしはまだ口には。明智軍が後ろからも迫ってきてますけど、なんとか信長がここを突破しきれれば。前面の敵をなんとか突破したい。あとちょっとなんですけどね。あとちょっとで前面の敵を突破できる。突破した。突破したら中に逃げ込もう。信長対苦戦してますけど、なんとか、なんとか、敵を引きつけながら、城内に逃げ込みましたね。そうですね。光秀の軍がそこまで来ているということですね。さあ、この中から古色を見つけて、古色の中から逃げ切りましょう。抜け穴を発見。ここからじゃあちょっと抜けましょうかね。匿名井戸抜けを使います。まあ、実際にはここにはですね、信孝、信長の長男、これがね、二条城にいたのかなと思います。では、逃げ切りましょう。今だったらまだ、蘭丸も生きてますしね。あ、さらに秀吉と小六が来たね。さあ、信長はもうここでどうだろう。一旦下げてもいいんですけど、秀吉、五六を引き連れて、ここでちょっと敵を迎え撃つというのもありですよね。ただ、蘭丸がどうだろう。どうにもならない状況になってるのかな。そうですね。乱丸がどうにもならないので、もうちょっと信長はここで一旦逃げ切りを図りましょう。乱丸は、まあ、生き残ってもらいたいなと思うので、まあ、一旦下げておきます。さて、五六は、桜玉に崩落。秀吉は突撃が疲れる。もう突撃使って、明智君、蹴散らしにかかりますか。勝てば褒美じゃ。これは明智軍がなかなか強力なんですよね。鉄鋼隊で。なんで、やっぱりちょっと信長はここはクリア優先で逃げましょう。さあ、今日を脱出することができました。まあ、もうここは完全に突破戦、まあ、逃げ切り戦という感じになりましたけど、まあ、史実と誓って、信長は無事、本能寺を脱出、京を脱出ということになりました。光秀殿、どこに消え申したか。猿、分かっております殿。秀吉、必ずや光秀殿の見印、殿の御前に。いらぬ世話だというが分からんか。光秀、このわしがうぬの首もらい受ける。正面よりわしとやりおうてみ。
まあ、だいぶ損害が出てしまいましたね。はい、というわけでさらに先へと進みそうです。長篠の決戦ということになりそうですが、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。